届かないと一番星が今日も瞬く永遠永劫に忘れないでと曇りの日には見えないが代わりにひとしず星がこぼれた形あるものはなくなるけれどなくなっても今ここにある手紙は白紙のまんまだけど目を走らせずとも伝わるんだ会いたくても会えない場所へ行くためにはどうすればいいの話すことさえできないから手紙懲りずに書いてみるよ切ない思いを綴りました等身大の僕の文字で涙のしみは消えないがそのまま続きを書きました別れは突然やってきて君を遠くへ誘ってゆく君は本当に幸せだったかい何度も傷つけてごめんね会いたくても会えない場所へ行くためにはどうすればいいの話すことさえできないから手紙懲りずに書いてみるよ途切れの君のかけらを拾い集めたら花にしよう来るはずもない待ち合わせ場所今日も懲りずに待って